ふう、いい天気なんだぜ。これが決戦日和ってやつなのか。霊夢のやつ、緊張してるんだろうな。こういう時こそ、私がしっかりしないとなんだぜ。さて、準備でもするか。靴、ズボン、胴、頭。圧巻人の弓を忘れてたんだぜ。よし、準備完了。矢も持ったことだし、忘れ物はなさそうだな。私がしっかりしないと。今日は夜の活動があるんだよねー。不安ですか？大丈夫。そうですか。まあ気をつけてくださいね。すごい勢いで近づいてくるもんね。たくみさんのあれは照れ隠しなんですよ。え、そうなんだ。そう考えるとちょっと可愛いかも。憎めませんよね。あはは。うふふ。何談笑してるんだよ。あ、マリサ、たくみさんの爆発は照れ隠しらしいよ。可愛いよね。どこがだよ。あれは完全に狙ってきてるだろ。まあ多めに見ましょうよ。悲惨な光景が目に浮かぶ。ちょっと最初に試したいことがあるの。ダチョウのことか？視聴者さんに教えてもらったんだけど、サドルがあればダチョウに乗れるんだって。ふむふむ。それじゃ早速試してみよう。最初はどの子に乗るんだ？そうだな。やっぱり最初は、ダッシー、君に決めた。おー、ちゃんと乗れてるんだぜ。ダッシーすごーい。なんか馬さんと同じくらい速いかも。ジャンプ力はダチョウの方が上らしいんだぜ。え、そうなんだ。あれ？おっお。びっくりした。思ったより高く飛んだな。見て見てマリサ。速いし可愛いよ。確かに見た目も可愛いしスピードも速いな。しかも、ダッチー子顔だから前方がすっごく見やすいの。おお、これは馬よりかなり見やすいんだぜ。ダチョウさんって有能だったんだね。霊夢、どうやらグッチーはアルビノだから、さらに性能がいいらしいんだぜ。それは早速試さないとだね。さあグッチー、お散歩ですよ。どれどれ。あ、ダッチーより速いかも。ふむふむ、やっぱりグッチーの方が速いな。色が違うだけじゃないんだねダッチーとグッチーに乗ったら、やっぱりダイソンにも乗らないとだよね。ダイソンはさらに性能が異なるらしいんだぜ。え、何ができるの？どうやら溶岩に触れても平気らしい。あと空も飛べるみたいなんだぜ。さすがダイソン。それじゃ早速試してみますか。あれ？どうしたんだ？乗れないんですけど、何か条件があるのかな？けどサドルも装着できてるしな。そうなんだよね。なんでだろう。いや待てよ。生まれがネザーなんだから、そもそもネザーでしか乗れないんじゃないの？ありえるな。まったくダイソンったら、出し惜しみするんだから。え、嘘でしょ？武器も防具も準備オッケー。さあ、張り切っていこう。まだお昼だからね。というかなんで私の防具金なんだよ。その方がわかりやすいと思って。まあそれもそうだな。
夜になったし、出発しようか。そうだな。無事帰ってこれるよう真面目に行こうぜ。いつも真面目なんだけど。え？え？割といつも真面目なんだ。じゃあ早く出発しようぜ。あ、うーん。よし、仮拠点の方なら、そこまではキツブシしてないからモンスターいそうだね。動物園の方は、広範囲にキツネビ設置してるからな。そうなんだよね。うわ、早速匠がいるんだぜ。照れ隠し照れ隠し。とりあえず、仮拠点壊されたら困るから匠さん倒そう。よし、頑張れ霊夢。え、なんで手伝ってくれないの？照れ隠しなんだろ？いやいや、匠さんもなんでマリサスルーなの？大人の事情なんだぜ。なるほどですね。全然いないなぁ。洞窟とかの方がいいのかな？それならすぐ近くに、最初の頃探索した洞窟があるはずなんだぜ。ほんとだ、懐かしいね。ここならモンスターはいてそう。これは湧きつぶし完了してるな。あ、明るい方が安全だもんね。朝になっちゃった。お目当てのモンスターに会えてすらいないんだぜ。よし、ここならいるかも。ブラマイ城で何するんだ？確か奥に空洞があったはずなんだよね。また湧きつぶししてるんじゃないの？多分大丈夫だよ。怪しいんだよな。見てマリサ、大丈夫そう。けどモンスターの姿もないな。おかしいな。ここならコウモリみたいな馬さんがいると思ったんだけど。まあそんな簡単には見つからないか。いた、いたよマリサ。強いかもしれないから気をつけるんだぜ。けどなんかハマってるように見えるんだけど。確かに。大丈夫そうだね。痛いけど。うわ。危なかった。ドロップは、なしか。残念。やっぱり地上の方がモンスター多そうだね。だな。うわあ、やっぱり地上は多いね。けどゾンビやすけさんばっかりなんだぜ。早いとこゾンビ馬に会いたいな。だねー。と思ったらマンティコは発見。お、緑色だな。卵落としてくれないかなー。そしたらティコの仲間が増えるな。。手強い、というか毒が痛い。頑張れ、あと少しだ。こっちももう少しです。やっぱり敵だと強いなー。ナイスファイト。ちゃちゃっとアイテム回収しよう。てなんかサソリとタクミさん来たー。サソリはいやー、足がいっぱいあってやだー。いた、マリサ大丈夫。あー、マリサー。サソリやだー。今度こそマンティコアの卵を。でクマさんに襲われたー。今度こそ、霊夢、後方注意なんだぜ。やあ。そろそろエキスの材料欲しいな。そうだな。で、ゾンビ馬さん発見。これは何としても倒すんだぜ。よし、あれはエキスの材料なんだぜ。やっと帰れるね。。あとは落ち着いて処理しよう。これがあればゾンビエキスが作れるんだぜ。よかったー。このまま収穫なしだったらどうしようかと思ったよ。よし、アイテムも手に入ったし今回は引き上げよう。もうクタクタだよー。いやー、今日もお疲れ様。お疲れなんだぜ。え、そんなに大変だったの？いやー、たくみさんくせ者だったなー。照れ隠しでした。いや、あれはやっぱり確信犯だったよ。だから最初から言ってるじゃねーか。あ、はい？
ああ言えない、言えないわ。エピスなら持ってたなんて、そんなこと絶対言えないわ。ミトさんどうしたの？なんでもないわよ。なんか怪しいんだぜ。本当になんでもないのよ。ミトちゃん、甘やかしちゃダメよ。ここは心を鬼にするのよ。あっ、わかった。どうせまたサボる気でしょ。全然違うわよ。最後までご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくなんだぜ。グッドボタンも押していただけると嬉しいです。それじゃ、またねー。